阿吾湾におけるマサキ島の一島内の新珠洋食風景マサキ島は三重県島市島町和具にある阿吾湾に浮かぶ島。島名は島方言で暗礁と暗礁の間にある砂浜を間ということから地形にちなんだ名称であると考えられる。島は東西約 2km、南北約 0.5km と東西に長く最高標高は 18.5m。 リアス式海岸特有の複雑な海岸線をなす。湾内では、賢島に次いで面積が大きい。和具から4 1カシ賢島から3 0トルの位置にある。集落は、島の南西部にあり、69人が暮らす。島民の生は7割が、岩木か、山本である。新樹養殖と、岩資料を中心とする水産業が、主な産業である。 1532年頃、本州の野野村から4個の農民が生活困窮のために移住したのが始まりとされる。当時の住民は本土の浮方や浜島で借地を工作をしながら、岩資料に従事していたという。島が歴史的転換を迎えたのは、新珠養殖技術が発明されたことにある。1893年に、 付近の多徳島で、深淵真珠の養殖が成功すると、正木島でも、真珠養殖が始まり、宝石の島と呼ばれるほど繁栄した。1950年代には、ラジオテレビ、電話の普及率が日本一となり、伊勢税務所管内の長者番付のトップ10を当民で独占したという神話が語り継がれている。21世紀初頭の現在でも、 当時の公共を忍ばせる立派な住宅が立ち並ぶ。1955年、島の人口は668人と最高を記録している。高度経済成長期や総合保養地域整備法時代の観光開発が旺盛だった時期に、島民は本土に持っていた田畑を手放し、それらはホテルやキャンプ場に変貌した。1982年、 本土からの海底送水管が開通した。養殖真珠生産港は1966年を境に低下し、かつての繁栄は薄れていった。アゴアンの汚染の振興や密植日本国内外での競合産地の台頭がその原因である。1990年国勢調査時は91世帯266人で、 2013年4月1日現在66世帯116人まで減少している。島内にあった島市立和具小学校、正木き文校は2006年3月に閉校した。島民の7割が高齢者の限界集落である。人口減少が進み、島内では空き家が目立つ。自然体の人口が減少している。島市当局としては、離島に対して打つ手がない状態である。 また、島民も、かつての繁栄を取り戻すような地域活性化策を求めておらず、どちらかといえば、集落の解体等の無重化へ向けて緩やかに島を閉じていこうとしている。2013年9月、地域おこし協力隊として、名古屋市から60代の男性が移住した。2014年7月19日には先日の移住者が、中心となって8月19日までの期間限定で、 里海カフェを開設した。2016年5月21日から5月28日まで、第42回先進国首脳会議開催に伴い、賢島への入島が規制されたことから、正木き島賢島間の航路の発着港が、島地中海村に変更された。これに伴い、サミット期間中の食料を買いだめする、買い物ツアーが5月24日に開催され、 個人で利用する船は、輪グに停泊する場所が設置された。同じ湾内の賢島が注目を浴びたのとは、対照的に、正木島の島民は、サミット効果を享受することができていない。島内唯一の宿泊施設であった、料理旅館美場は2017年に廃業した。跡地は、リノベーションされて寿司店、寿司広市、全になった。2019年6月末の登録上。 の人口は69人で、うち57人が65歳以上の高齢者である。ただし実際の居住者は50人程度と見られている。若年の移住者も存在するが、移住者は、本土の阿護町を受かたなどにも、住宅を所有し、週末や夏休みに、正木き島の住宅を利用する人が多いため、島民とみなすかどうかは難しい。総数、個数、または、世帯数、 人口以下のような生活環境であるため、日常的に本土へ通う必要があり、島で暮らすには自己完結型の生活が求められる。島内には2013年時点で、主店1軒とヨロズヤが1軒あった。ヨロズヤは2012年に一度閉店を決めたものの、島民の要望が多く、必要最低限の生活必需品の販売を続けたが2016年に閉店し、 島市社会福祉協議会が生活支援拠点、もやいを設立し、2017年2月より民生委員らが日用品売り場の運営を開始した。また、島内で食料品が購入できなかったため社協が毎月1回程度、賢島経由で市街地への買い物ツアーを実施していた。しかし2019年3月に閉店し、代わってイオンアゴ店の協力で、 同年8月に、もやいないに、イオンの商品を販売する、イキイキショップが開店した。イキイキショップは、毎週月、水、金曜の午前中に営業し、生鮮食品を含む、約200点の商品を取り扱う。高齢者は、アゴチョウウカタヤシマチョウアグに出かけた際に買い物するか、本土で暮らす子供や、隣近所の人に買い物を頼んでいる。新聞は、 定期船の始発便で輸送され、括弧配達される。自動販売機は1台のみ設置されている。島内の産業は水産業主体であり、本土へ通勤する住民もいる。ただし自前の船がなければ、定期船の周発が17時台であるため、事実上通勤は不可能である。高齢者のほとんどは国民年金の受給者である一方、 島では、生涯現役を貫く人が多く、半数弱の人が、真珠や海苔養殖の収入もある。工場的な支出は少ないものの、急な出費、借金返済、家屋の回収費などで、経済不安を抱く高齢者もいる。大半の島民は、本土の家族や近隣住民と日常的に交流し、島内では、比較的、若い六十代の人が見守り訪問を行うが、ごく一部に、 積極的な交流を避ける独居男性もいる。スポーツ施設はなく、島民は健康維持を兼ねて、農作業、漁業、散歩、近所の人の手伝いなどの自主的な活動を行う。島民の日常生活で最も多いのが、テレビの視聴であり、パチンコや読書などの趣味に興じる人もいる。介護予防施設はあるが、福祉施設や医療機関は未設置である。 正木保育所は廃止後にデイサービスセンターに転用されたが2011年に閉鎖となった。医療機関に至っては、島の歴史上一度も設置されたことがない。2008年までは、島市立国民健康保険前島病院が巡回診療を行っていたが、島市立国民健康保険内容病院との機能統合により終了し、顎町をう方の開業医が月1回日曜日に、 ボランティアで訪問診療を行っている。2017年12月、島民の要望を受け、三重県立島病院が月1回の巡回診療を導入することになった。慢性疾患を抱える島民もおり、重篤化,化すると、本土の家族や高齢者向け施設へ転居を余儀なくされるケースが散見される。緊急時には自治会所有の救急艇を出動し、 本土へ搬送する規定になっているが、高齢の島民は、公典時に出動できないのではないかという不安を感じている。マサキ漁港、マサキ漁港は、三重県島市島町和具のマサキ島にある、島市の管理する第一種漁港。戦前までは、カツオの釣り絵用のイワシを供給する機能を持っていたが、戦後は、真珠養殖の流星により、主として、 新需要食漁船が利用するようになった。1963年2月14日に漁港指定を受けて、以降、港湾機能の整備が進められた。2009年の統計では、属地陸揚げ量、属人漁獲港は共に71.3トン、属地陸揚げ金額は8200万円である。島内に雨はいない。島民が観光客の大量訪問を危惧し、 家境が頓挫した過去はあるが、移住者や学術調査を受け入れるなど、外部からの人の訪問に対する島民の抵抗感は低い。1970年頃から、正木島では観光業に進出し、最盛期には20軒の宿泊施設が営業していた。1992年には34,900人の観光客が訪れたが、2001年には17,400人に、 減っている。2001年時点では民宿が2軒あり、合計67名が宿泊可能であったが、2017年に最後の1軒が廃業し、島内から宿泊施設がなくなった。もともと観光地ではないため、島民による試行錯誤が繰り返され、住民組織と行政、民間企業の共催によるツアーを通して魅力の発信に努めている。 鹿児島に拠点を置く一般社団法人伊勢島里海学者は、マサキ島を宝石の島に戻すべく、島内で清掃活動を行っている。アゴ湾では伊勢島サミットを前後して、日本国内外の資本の進出が相次いでおり、マサキ島でも再開発の話題が上がりつつある。また島の風景を気に入った若年移住者も現れており、彼らは観光業に従事している。 空き家や空き店舗の多くは所有権がはっきりしている上、所有者は再活用する予定がないため、売買が成立すれば、観光事業に活用できる素地はある。三重大学の東大氏は、観光業と緊急時の救援体制が連携すれば、元からの島民にもメリットがあるのではないかと問いている。まさ小公園島内に教育機関はないため、児童生徒は、今度の学校へ通学する。 島市教育委員会の指定する学区は、和具小学校、島中学校となる。通学にかかる乗船代は、義務教育の間、島市が全額負担する。ただしこれは、制度上の規定であり、2016年6月現在で、最も若い島民は19歳であり、就学年齢の子供は存在しない。まさ文校跡地島市立和具小学校、まさ文校は、 三重県島市の正木島にかつて存在した小学校の文校である。1881年に和具小学校、正木文教場として開校し、1955年には正木小学校として独立した。一時休校を経て正木文校として再出発したが、2006年3月31日をもって廃校した。この間に318人の卒業生を送り出し、 廃校時の在籍児童は二人で兄弟であった。地元の30テレビが3年間にわたってこの文庫を取材し、その模様は2006年6月に特別番組、さよなら島の小学校で放送された。校舎は廃校後の2010年10月に解体され、現存しない。校庭は地元の和具出身で伊勢島国立公園の指定に尽力した。 石原縁吉が植えた桜の木に囲まれていた。島内に公共交通機関はなく、訪問者は徒歩移動となる。自転車や軽トラックなどの車両を所有する島民もいる。港から島の東端に至る一本の道がメインストリートであり、島の端から端まで徒歩でも15分程度である。この道路は公共時に島民らがお金を出し合い、 東芝山から加橋することを期待して整備したものである。ただし加橋計画は観光客が押し寄せるとして、島民の反対多数で実現していない。島へは、島マリンレジャーによって、以下の航路が就航する。賢島、正さ間は、約15分である。賢島は、航路半数弱の世帯は船を所有しており、定期船に頼らずに、本土へ渡ることができる。 本土で利用するための自家用自動車を賢島に駐車、駐輪している島民もいる。本土に車両を所有していない島民は、タクシーや本土の家族の送迎車を利用する。まさき島開発総合センター平地が限られているため、狭い範囲に民家などが集中している。集落は島の西部にあり、東部は真珠工場と畑が点在する程度である。ありがとうございます。